コイヌールはインドで発見されたダイヤモンドである。コーヒヌールと表記されることもある。もともとはペルシア語で光の山を意味するに由来している。かつては世界最大のダイヤモンドと呼ばれ、その歴史において周辺国の幾人もの王公がその所有を争った。最終的にインド女帝となったイギリスのビクトリア女王のものとなり、現在はロンドン島で展示されている。 大きさは105カラット。多くの伝説や神話、逸話に彩られており、初期の来歴ははっきりとしていない。ただし、19世紀まではインドは大陸が世界で、唯一のダイヤモンド産出国であったことから、インド原産であることは確実である。伝説では、ガンジス川のシリュヤムナーガー河畔に捨てられていた、子供の額からこの石が発見されたことになっており、王宮にもたらされた後、 ヒンドゥー教のシバ心像の第三の目に相当する位置にはめ込まれたという。しかし現実にはアーンドラプラデーシュ州のビジャプル鉱山で発見された可能性が高い。1526年にバーブルによって書かれたバーブルナーマの中でコイヌールという名称が確認できる。その記述によれば1294年マールワーノとあるラージャーが所有していたという。その後、 ムガル帝国のシャー・ジャハーン、アフシャール・アサのナーディル・シャー、ドゥッダーニー・アサ・アフガニスタンのアフマド・シャー・アブダーリー、パンジャーブのマハーラージャ、ランジート・シングラの手を経る。1849年3月2日に、パンジャーブがインド帝国の支配下に入り、その女帝であるビクトリア女王に献上された。1851年に開催されたロンドン、バンコク博覧会では、 この石は出品物の目玉として会場となった水晶具に展示されたが、この石に施されたインド式のムガルカットではその輝きを十分に引き出すことができず、これを入手した女王本人を含め、きらびやかな輝きを期待して、はるばる訪れた見物客をもがっかりさせた。そこで国民及び女王の意をくんだ夫で、王廃のアルバート公がアムステルダムから職人を、 呼び寄せ、この石の再カットを命じ、現在見られるブリリアントカットへと収まった。インドは独立以降、返還を求めているが、イギリスは現在のところ拒否している。カラ1310年、カーカティーヤ朝鮮310年から1316年。 アラーウッディン・ファルジー1316年、シハーブッディン・ウマル1316年から1320年、クトブッディ・ムバーラクシャー1320年から1325年、ギアスディン・トグルク1325年から1351年、ムハンマドビン・トグルク1351年から1388年、フィールーズ・シャートグルク1388年から1389年、 ギアスッティーン・トゥグルク2世1389年から1390年、アブー・バクルシャー1390年から1394年、ナーシルティーン・ムハンマドシャー1394年、アラーウッティーン・シカンダルシャー1394年から1413年、ナーシルティーン・マフムードシャー1413年から1414 14年、 ダウラト・ハーン・ローディ1414 14年から1421年、ヒズル・ハーン1421年から1434年、ムバーラク・シャー1434年から1445年、ムハンマド・シャー1445年から1451年、アラ・ウッティーン・アーラム・シャー1451年から1489年、バフルール・ローディ1489年から1517年、 シュカンダルローディ1517年から1526年、ビブラーヒームローディ1526年から1530年、バーブル1530年から1540年、フマーユーン1539年から1545年、シェールシャー1545年から1554年、イスラームシャー1554年、 フィールーズシャー1554年から1555年、ムハンマド・アーディルシャー1555年、イブラーヒームシャー1555年、シカンダルシャー1556年、アーディルシャー1556年から1605年、アクバル1605年から1627年、ジャハン・ギール1628年から1658年、 シャー・ジャハーン1658年から1707年、アウラング・ゼーブ1707年から1712年、バハーデル・シャー・イ世セイ1712年から1713年、ジャハーン・ダール・シャー1713年から1719年、カルフ・シアル1719年、ラフィー・ウッタ・ラジャート1719年、ラフィー・ウッタウラ1719年から1739年、 ムハンマドシャー1739年から1747年、ナービルシャー1747年から1772年、アフマドシャードゥッダーニー1772年から1793年、ティムールシャードゥッダーニー1793年から1801年、ザマーン、シャードゥッダーニー1801年から1803年、 マフムードシャー・ドゥ・ダーニー1803年から1830年、シュジャーシャー1830年から1839年、ランジート・シング1839年、カラク・シング1839年から1840年、ナウ・ニハール・シング1840年から1841年、チャーン・ド・カウル1841年から1843年、 シェールシング1843年から1849年、ドリープシング1849年から1850年、イギリス東インド会社1850年、イギリス王室。ありがとうございます。